江東区から支部長として金沢由衣さんっていう女性の候補がいるんです。活動家中の皆様こんにちは。私たちは日本維新の会、日本維新の会と申します。土曜日の夜おくつろぎのところは大きなマイクで失礼いたします。私ども日本維新の会、金沢由衣さん、5年もこの江東区オンリーで頑張ってきた人です。お疲れ様です議員。はい、今日は何の日ですか？はい、今日はですね、土曜日ですから皆さんお休みなんですけれども、私午前中ちょっと質疑の問題を作ってですね、午後はですねこれから、江東区から支部長として金沢由衣さんっていう女性の候補がいるんですが、もちろん維新ですけれども、応援に行こうと思ってですね、今緑を着ようと思って宿泊しているところでございます。これから金沢さんの応援、今ザーザー降りなんですけどね、それでもやっていこうと思います。朝早くから夜終電まで、毎日金沢さんは活動していると思います。ここにですね、対抗馬が今いろんな人がね噂されてますよね。さんだとか、またまたの逆襲だとかですね、いろんな人が出てますよ。さんとかね、だからそういうので候補者っていうのはずっと頑張ってやってきたのに、いろんな人が後から出てきたらぺちゃんこにされちゃうんじゃないかというような不安の中で毎日政治活動をやっているわけですから、私も応援に行こうと思っています。行ってきます。はい、活動家中の皆様こんにちは。私たちは日本維新の会、日本維新の会と申します。私は日本維新の会全国比例代表の参議院議員、石井光子と申します。今日は皆様にお話とお願いがしたくてこちらに参りました。今政治は大変なことになっています。日本の財政をここで変えていくことができるかできないか、大きな分岐点に差し掛かっています。それがよく分かったのがこの間から問題になっているパーティー券の裏金問題でした。しかしね皆さん、国会の中継を見てもテレビ入りの予算委員会を見ても、もう何をやっているんだかと、何も変わらない、最初の勢いはどこ行ったんだ、政治を直すんじゃなかったのかと多くの人がそう思っていらっしゃいます。江東区で活動を始めて5年目となりました。最近も皆様のお話をお伺いしてますと、物価上がりましたね。でもなかなか給料は上がらない、さらに現役世代負担が大きいにもかかわらず恩恵が少ないという課題があります。国民の皆様が大変な思いをしている時こそ、国民の皆様に寄り添った政治を政治家が推し進めていかなくてはならない。なぜ私金沢由衣が改革を推し進めることができるのか、こんにちは。それはしがらみがないからです。企業や組織団体から一切の寄付や支援受け取っておりません。もちろん宗教団体からも受け取っておりません。企業や組織から寄付や支援を受け取るとしがらみまみれの古い政治が行われてしまいます。土曜日の夜おくつろぎのところは大きなマイクで失礼いたします。私ども日本維新の会、日本維新の会、本日このセレモニーに合わせまして冒頭から金沢由衣、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 このチラシを配っております金沢由衣さん、もう日本維新の会で5年もこの江東区オンリーで頑張ってきた人です。そろそろ私からも言わせていただきたい、もうそろそろまともなちゃんとした人を国会に送ってきてほしい。もうこれね、私の本心、心からの本心でございます。あ、いた、金沢由衣さんあっちです。ありがとうございます。ということで今日はですね、レディースデーということで女性ばっかりで寝る宿からスタートします。暖かいですからやりやすいですね。砂町銀座というところです。この後豊洲で開催します。金沢由衣、金沢由衣でございます。皆様もね、新聞その他で金沢由衣の写真ご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、マイクを持っております私が日本維新の会の参議院議員です。皆様こんにちは、石井光子です。国会議員として働いて7年、丸々7年経ちました。なかなか
なかなか国会でいくら質疑をしてもそう簡単に変わるものではありません。多くの野党が間違っているものを正すには人数の政治の構造的な改革が必要だ。カツオニパン金沢よい。何取れたの？取れますよ。はい、ポーズ。カツオニパン金沢よい。私へのお悩みをこちらまで、どんなことでも結構ですからお送りください。待ってます。私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。新しい社会に沿った新しい政治を維新がやる。次の時代